皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフの久しぶりです。お、あ、ボンちゃんです。はい。はい。ということで。ということで。始まりました。始まりました。いやー、来ましたね。来ましたね。これ、ちょっとマイゴルフ遠征企画。第2弾ということで。はい、今回は、はい、県民の方からしたら結構有名な場所らしいです。そう、みたいですね。はい。ということでね、今回は、はい、愛知県にあります、ぬかたゴルフクラブさんに。お邪魔しております。お邪魔してます。今回東コース回っていきます、はい。このコースなんですけど、はい、36ホールあって、はい、で僕らも初めて。初めてですね。凄腕マネージャーさん。凄腕マネージャーね。撮影許可を取ってくださったということで、ぬかたゴルフクラブの皆さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今回は、まあ、このぬかたゴルフクラブさんなんですけど、こちらをちょっと攻略していくというか、はい、見た感じ広々してそう。広々ですね。してそうな雰囲気ありますね。なんかもうクラブハウスも、はいはい、クラブハウス周辺も、はい、すごいこう広くて、はい、まあ、これはコースも相当広いんやろうなっていう感じはしてます、はい、これ出たよ、伏線来たよこれ伏線来ましたねこれ。インターもすごい近くて10分ぐらいかな、はい、10分15分ぐらいやったかな、はい、インターからで途中までめっちゃこう山道やったんで、山道やったですね。どんなコースなんやろ、はい、ちょっとビビってたんですけど、はい、まあ、まだコース入ってないんですけどね、はい、入ってないんですけどビビってたんですけど広かったという、広かったという、もうこうゴルフ場に着いた瞬間にこう景色がドーンってなって買ったと思いましたね早いよ早いよ、ね、いつもミスるパターン買ったと思った時負けて帰るだいたいあかん、ね、まあ、まだ買って帰ったことないからそうそうそう僕はね今回はねぬかたゴルフクラブ東コースこちら回っていって攻略できればなと思いますんで、ぜひ皆さんね最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします、愛知県の皆さん、はじめましてマイゴルフと申します僕らのチャンネルではね、2人をはじめ、まあ、ゲストを呼んだりしてこうコースの攻略動画とかを頻繁に出してますので、ぜひ皆さんねチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。というわけで今回も始めましょうか。始めましょうか。レッツゴー。335ヤード一番ホール、距離は短めなんですが、左のあの柵があるところが OB、 右が池2つありますね。この手前の池と入り口の木ら辺で220ぐらいだったんで、あの100のポールの向こう側の木、はいはい、大松の木で220ぐらいだったんで、まあおそらくそれぐらい打ったらもう入っちゃうんかなっていう、あの方向行ったらで、あの右のバンカー1個目が200手前で255ぐらいだったんで、おそらく260ぐらいで入るんちゃうかなという感じでございます。ピンまでは一応直線距離やったら318。あ、狙えますね。あー、ちょっとやめときあの右全部池なんだよね、あれ。2個目のバンカーの顎で305ヤードとかやったんで、ちょっとここは厳しいかなと。僕は今日はちょっともうちゃんと皆さんにマネジメント動画をお届けするということで、3万円で行こうかなと思っております。前回ね、あの大富士ゴルフクラブってとこ僕ら遠征でちょっと行ったんですけど、僕マネジメントせえへんくて、なんかこう全般になんか叩きのめされたんで、ね、やっぱマネジメントの大事さをねこう改めて身に染みて感じたんで、今日はちょっとしっかりチューブの皆さんにもマネジメントの良さをちょっと伝えていくために、そうです、ね、あのもしかしたらボンちゃんと僕戦略が被るかもしれないですけど、そこはちょっとお許しいただければなと思いますボンちゃんはなんすか。僕に言うっすね、2優でもちょっと大きいんですけど、朝一3鉄怖いんです3鉄の音しんか、あそこ見えるんです、あそこ、あの右の、ああ右の手前の池、そうですねそっちだ、ペチー言うてあっちやっぱそこら辺もやっぱ朝から苦手クラブあんま持ちたない。2優やったらちょっと当たり悪くてもまあ200ぐらいいくから、で3区はないもんな。そうそう、お願いします。お願いします。いやー来ましたね、ついに愛知県。
愛知初、愛知は初やね、あのゴラウンドは初やね、うん、あそうだね、グランジールの、はい、インドアね、インドア、はい、来たことあるんですけど、あったかいですね、空気が、あったかい、あったかすぎてちょっと今日かなり汗ばんでるねいや愛知の皆さん、これからもよろしくお願いします。お願いします。愛知ってでもいいよね、僕らからしても。そう、ね、車で2時間ちょいぐらいで来れるんで、まあ、愛知ってね、これ意外とゴルフ場が少ないんですよね。あ、そうなんですね。で、あの愛知県って大きいのにね。大きいけど、なんか意外とゴルフ場少ないって、愛知に住んではる方は結構言ってますね。96ヤード。ちょっとフォローやな。96ヤードでちょっとフォローあるんで、ここはもう60度で。うまいよ。あいだ。あだ。刺さった、クラブが。でもちょっとライがね。ライちょっと。あれ。臭いよな。僕も96なんですけど、はい、僕の場合はピンまで打てないんで、ラフなんで、はい、どうしてもスピンが効きにくいんで、88ヤードぐらいめがけて、まあ、90ヤード詳しいですね。めがけて打ちます。フォローなんでもうちょっと軽くやね。で、ピンのかなり左、5ヤードぐらい左狙って、いきます。56度です。うまい、これはうまい。お、ナイス。あ、入った入った、ほんまに入った。これはうまい。お、ナイス。あ、入った入った、ほんまに入った。え、囲んでなった。ナイス。身長が低すぎて何も見えない。いや、カコンって言ったやんな今。そうちょ、こっから回しましょう。こっから。え、それはない、ごめんごめん。え、それはないそれない。どうせ俺のことやで、またスプリンクラーにさあ、そっち、そっち知ってんねん。ちょっともらうわ。あ、やったねちょっとほんまやめて。いやいや、ほんまにちゃうちゃうちゃうねんほんまにね、カメラマンさんね燃えてる、まだちゃんと見てないやろ。ガチガチガチ。だって見とって、いやこれあれ絶対弱いやろな思って、うん、で見とってやんか。そしたら消えて、消えたと、消えたやろ、消えたと同時にカコンってなってちょちょ、ほんまにガチガチやから。いや前どこやあれ、まんじゅでやったんやそれ。あ、マジでマジでなかったの。めっちゃグリーン奥にあってアプローチしてパーやってカメラさん、あっち映しときやそう。ほら、いや、あー奥や。あ、ちょっと待って、俺56取ってもらうな。パターンもいらんじゃん。ナイス。それはないわ、それはないよ、絶対ないないない。やったやったナイスやわ、ナイスイーグル。やっぱマネージメントやね。マネージメントで勝ち取ったね、イーグル。あのピンの左5ヤードぐらい狙う言うとったのに、なんかピン飛んでてるけど。嬉しい。俺も冗談で、あ、入りましたねって言おうと思ったら、うん、入った入ったって言われて、ちょっと待って、俺のボケを潰そうとしてるボケなくなったボケる予定やったんだガチになっちゃった。よっしゃ、俺もだから普段からボケで入った言おうかなちょっと入るんかな、それ言った方が。でもほんまに入った時にだいぶ困るいい開幕ですね、ボンちゃん。やば、持ってんな。いや、素晴らしかったな、今のがマジ決めたんや。 LINE 乗ってたもん。 LINE 知らんけど LINE 知らんけど LINE 乗ってたこれは下りやね、結構速そうやな。スライス、スライス。今日はこういうゴルフを続けていこう。やった、よし。うーん、まさかのラフからの方が良かった説
確かに打った感じはめっちゃ良かった。完璧やった完璧やった。でも完璧が入るってなかなかないからね。ないね。なんかね、ゴールやってて、さっき初めて言ったみたいに狙いは左やった。うんうんうん。っていうのもラフやから足使えんじゃない。うんうん。しかもボンちゃんの場合ドローで狙うけど、そのフライヤーしたら、てかまあラフやったらボンちゃんあんま戻ってこへんもんね。もう打ちたとこはうわ完璧や、でも止まってくれやと思ったんす。カップが止めてくれた。強引なあれや。やり方や。しゃあ。でもね、あの僕もパーで終わったんですけど、まあマネジメント的にはもう完璧やったね。うん。フェアウェイちゃんと置いて、まあフェアウェイから距離ぴったり。フォローの風に乗せてちょうどぴったりやったんで、でまああれ右のピンやったんで、うん、まあ左に置いてバーディーパットを打っていくっていうスタイルやったんで、今日はこういうバーディーチャンス見つけて、うん、まあそれをトライしていくっていうマネジメントをしっかりやっていきたいなと思います。このホールは521ヤードパー5ということで、ただドッグレッグがほんま90度ナビでこれやから相当きついんやろな、ロックレック、うん、で多分刻みすぎると、まあ、もう一度刻まなあかんっていう、刻むんでもそこそこ飛ばしとったらもしかしたら2オンの可能性が出てくるっていう、うん、なんか右ラフぐらいからの方が逆にグリーン狙えるんちゃうかなって感じですよね、うんうん、行ってみて決めましょうかさ。もうちょっとあの右のさ、はい、高い木あるやん、うん、2本合わせて生えてるやつ、うん、あれで232、あの細いちっちゃい木いっぱい並んでるところらへんで245ぐらい、かなり左やね。だからでそこのあの左の傾斜の途中に生えてるでっかい木が225ぐらい。あ、あれは225あるんや。うん。なんかドライバーで結構左行っても良さそうやね。そうやね。あの小さい木がいっぱい生えてて、うん、傾斜に、あれの一個左に太い木生えてるの、うん、あれで313とか。あれはだから結構向こうなんかもしれない。もしかしたら。方向的にはでもあの方向やね。あの方向やね。あ、ちょい左か。うん。なんかでもこの左のキーの方向でも全然いけそうということで、はい、ナイスイーグルのボンちゃんからお願いします。まあ右行ったらまあ出して3打目勝負みたいな感じじゃない。ドライバー苦手やからフランってなったらいつまでも無理やもんな。せやんか、行っとこう。いけるよ。いけるやんな。ドライバーで左のあの木、斜面に生えてる木のちょい右ぐらい。せやん、そこで行こう。ワンバウンドで当たった。左の斜面の木狙いでいきます。はい、これが当たんね。4から1右でエロいな。暗いやな。ありがとう。音つえんかったけどな。せん、音つえんかったらさらな。あの90度やからあるかもしれない。意外とでも俺もありそうな気はしてる。なあ。もうまたこれやん、流れ。まだわからんからな。まだわからん。あー、右打っちゃったな。右打ちたいよな、でも左がな、気がなかったからな。これ、2回目やったらドカーン打てんねんけどな。初見っていうのもあるね、うん、もう初見はやっぱあれやな、設定しなあかんな、見えるとこ。そうやな。あー、ここはボンちゃんあの木いらへんやな、うん、ちょっと俺探してから行きますよ。はい。これこのね、左の木がね低いんで、あんまプレッシャー感じないから、なんか左行きそうになるんですよね。左ドッグなんで左行ってもいいんですけど、やっぱあんまり行ったらダメなんですよ。で、あの気が低いことによってプレッシャーがないから、なんか好き放題左に打っちゃうから、やっぱそれを警戒したらこう右飛ぶんですよ。もうこれやるぐらいやったら、やっぱ刻むべきよね、ここは。ピンまで287。スプーン得意な方はスプーンで行ってもいいんですけど、僕が左足下がりのスプーン打ったら右にプッシュするんで、あれが嫌になってくるんですね。じゃあ引っ掛けていかれたあの木があるんで引っ掛けにくいんで、ここはサードショットを近くからじゃなくて好きな距離から打つために、6番アイアンで刺身めがけてピンがある。よっしゃ。
おー、ぐっしょ、待って、はい、あざす、うまく打ちましたね、あざ、左足下がり、左足下がり、僕のまさかの1球目が右のもう200のポールの横ね、ラフで完璧なラインや思ったけど右やったよね、うん、あれで右や、この木より左打たなかんね、もししっかりドライバーやったらね、僕だってドチーピンでこの辺の、あ、これや、めっちゃいいとこにある、206、えい、ピンが奥っぽいな、なんか7番でいきます、はい、7番でフライヤーで200ぐらい多分いくと思うんで、まあフライヤーしなくても手前なんで、うん、あんま奥に行かないクラブで、これうま、上げてもうた、足りひんなこれ、あ、足りた、あ、ナイス、あざあの高さで行くんやな、こうなってもうた今のあのバンカーオッケーとしてんの、あー、まあまあもういいかなっていう、手前からの方が多分簡単そうなんで、奥木があるからな、そうな、だから手前の方がミスしてもいいかなと思って打ちました、まあ、それこそ初見やでな、そうそう、奥行きたくないよな、奥大丈夫なパターンもあるけどね、まあ、ピン見てると22ヤード入ってたんで、まあ割と奥なんで、ただフライヤーがっつりしたら行ってまうもんね、うん、僕のもでもちょっと右に外れてると思います、ショートサイド行っちゃったんで、でもフライヤーであの高さ上がったら止まるな、そうやね、なんか硬いグリーンじゃない限り止まってくれますね、あ、109です、109フォロー、ワンオクです、ワンオク、だいたい51度持つんですけど、はい、ちょっと下がぬかるんでる場所なんで、はい、56で弱いけど多分こういう場合強めに入るんで、はい、56でフルショットします、で弱くてもいいかなって、あ、何気がしてんの、見えないんで多分入りました多分だ、うん、多分だ、あの先を見えへんからな、ナイス、アウト、イーグル、イーグル、イーグルスタートかなあ、ゴルフ十何年したらそりゃイーグル、イーグルスタートやろ、そんな来るか来る来る、いやでもボンちゃん上位良さそうや、おお、飛んでんな、ちょっとフォローもあるもんな、あるある、ナイス、あ、乗ったんやね、一回先に、ほんまやな、かじった形跡が、なんかこれ目あるんかな、ここ、いや、なんかさっきのグリーンも右と左で俺んとこからめっちゃ白かったもん、なってたなってた、で反対側はめっちゃ青かったから、あ、そうなの、分かれてたんかなって、目あるね、あ、でもめっちゃ白や、こっちからってことはこれは止まるね、50度で、うん、あ、迷うな、うわ、あ、やっぱ逆目あるな、フックラインでちょっとまだあんまり掴めてないんで、ジャストタッチでしたいんで膨らまします、はい、ジャストワッチ、ナイス、あざす、冷静ですね、ナイスアップ、はい、ありがとうございます、おばなプレイ当たるとなって急に刺しておりました、これはなんかカップ周りはスライスっぽいけど足元フックなんで、もうほぼまっすぐで、ピンの中心のちょっとだけ右のやつ、アイバーで、ナイス、よっしゃー、勝ったな、これはマネージメントしたらこれや、すぐこれ、すぐこれや、ティーショット打った瞬間俺死んだもんだけど2番でドライバー逃げた早いな、しかもいきなり OB やもんだからちょっとゆっくりこ、今日は動画残してありがとうございました、ありがとうございました。
高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。